言いたいことと、言わねばならないことと、気流悠悠。人、ややもすれば、私をもって言いたいことを言うから、結局幸福だとする。だが、私はこの場合、言いたいことと言わねばならないこととを区別しなければならないと思う。私は言いたいことを言っているのではない。それに、言いたいことを言って、会を貪っているのではない。言わねばならないことを、国民として、特にこの非常時に際して、しかも国家の将来に対して、神聖なる愛国者の一人として、同時に人類として言わねばならないことを言っているのだ。言いたいことを出放題に言っていれば愉快に相違ない。だが、言わねばならないことを言うのは愉快ではなくて苦痛である。なぜなら、言いたいことを言うのは権利の行使であるに反して、言わねばならないことを言うのは義務の履行だからである。もっとも、義務を履行したという自意識は愉快であるに相違ないが、この愉快は消極的の愉快であって、普通の愉快さではない。しかも、この義務の履行は多くの場合、犠牲を伴う。少なくとも、損害を招く。現に私は、防空演習について、言わねばならないことを言って、軍部のために、私の生活権を奪われた。私はまた往年、新愛知新聞によって、言うところの、日の木山事件に関して、言わねばならないことを言ったために、司法当局から幾度となく起訴されて、体刑をまで論告された。これは決して愉快ではなくて苦痛だ。少なくとも不快だった。私が防空演習について言わねばならないことを言ったという証拠は、海軍軍人がこれを裏書きしている。海軍軍人はその当時においてすら、地方の講演会、現に長野県のある地方の講演会において、私と同様の意見を発表している。なぜなら、陸軍の防空演習は、海軍の飛行機を無視しているからだ。敵の飛行機をして、帝都の上空に出現せしむるのは、海軍の飛行機が無力なることを示唆するものだからである。防空演習を卑下したために、私が軍部から生活権を奪われたのは、単にこの悲劇ばかりが原因ではなかったろう。私は信濃毎日において、たびたび軍人を恐れざる政治家いでよと言い、また 5.15 事件及び大阪のゴーストップ事件に関しても、立憲地下の国民として言わねばならないことを言ったために、重ね重ね、彼らの怒りを買ったためであろう。安全第一主義で暮らす現代人には余計なことではあるけれども、立憲地下の国民としては、私の言ったことは言いたいことではなくて言わねばならないことであった。そしてこれがために私はついに私の生活権を奪われたのであった。決して愉快なこと。幸福なことではない。私は 2.26 事件のごとき不祥事件を見ざらんとするため、あらかじめ軍部に対して、また政府当局に対して、国民として言わねばならないことを言ってきた。私はこれがために大損害を被った。だが、結局 2.26 事件を見るに至って、今や、寺内陸曹によって厳格なる祝軍が保証されるに至ったのは不幸中の幸いであった。と同時に、この私が儚いながらも淡いながらもここに消極的の愉快を感じうるに至ったのも私自身の一幸福である。私は決して言いたいことを言っているのではなくて、
言わねばならないことを言っていたのだ。また、言っているのである。最後に、2.26 事件以来、国民の気分、少なくとも議会の空気は、その反動として、いかにも明朗になってきた。そして議員も今や休んじて、なお、戒厳令下にありながら、その言わねばならないことを言い得るようになった。斉藤孝夫氏の質問演説は、その言わねばならないことを言った公的例である。だが、貴族院における津村氏の質問に至っては、言わねばならないことの範囲を超えて、言いたいことを言ったこととなっている。相沢中佐が人を殺して認知に赴任するのを怪しからぬというまでは言わねばならないことであるけれども、下士兵卒は忠誠だが、将校は忠誠でないというに至っては言いたいことを言ったこととなる。言いたいことと言わねばならないこととは、現に区別すべきである。